僕はバリアードを追わないと。金も早く来てね。うお、消えた。瞬間移動ができるぞ、あいつ。これはあれよね、あの図鑑を完成させていかんといかんやつよね。依頼メモ。おかしなポニータってなんやろ。おかしなポニータ目撃報告。村人のヨタさんが珍しいポニータを目撃したそうです。調査をお願いします。サブニーム19、おかしなポニータ目撃報告。よし、すごいなんか情報が乏しいけど、まあ一旦クラフト屋に。え、材料はあの人が持っとるってことなんかな。ここよね、クラフト屋。クラフト屋ではクラフトに必要な材料やレシピを売っていますよ。クラフトレシピ。うわ、見た目では全くわからん。どれかな。豆寄せ玉、これやね。ギリギリやん。1000円。レシピ、豆寄せ玉を買った。よし。コソ泥みたいな。一旦さっきの、サブ任務を、違う違う。確認。おかしなポニータ目撃報告。珍しいポニータに関する依頼が入った。ヨタから詳しい話を聞こう。村人のヨタから依頼内容を聞く。ヨタさん。この人？ヨタさん。うんうん、オッケーオッケー。しゃがむな、しゃがむな。どこだ？あれか？ヨタさん、ヨタさん。ヨタさんって名前珍しくない？この人かな？勝手に女の人やと思っとった。男の人なんや。ポニータの件だよな。首を長くして待ってたよ。帝鉄ヶ原にこの辺では見ないポニータが出るようになったんだ。帝鉄ヶ原ってどこだ？他のポニータと違っていてなんだか怖くてよ。目が赤いとかかな。博士に相談したら珍しいからぜひ調査したいって話になってさ。帝鉄ヶ原にいる珍しいポニータを捕まえといてくれよ。ほう。服用の弦や。うんうんうん。でもとりあえず一旦私はさっきのどこやった？さっきのところに行かねば。待って、場所はもう覚えてないな。マップ上にちゃんと記されるかな。ゴーゴーゴー。レシピ持ってってその場で作れるんやっけ。私基本的に全然クラフトしてないけんな。全くクラフトしてないけんな。外に出るのか、気をつけてな。さっきのグレンの湿地、いや群青の海岸か。全然違った、怖い。海岸ベースで。よし、でどこなんだろうか。なんかあれよね、あ、こっちか。え、あの辺の島か、わからんけど、なんかその辺よね。あ、そこかな。あれ、あそこでもなんかあるよ。ちょっと待って、確実に誰かしらに追いかけられる私。あ、あそこやね。あそこにもあるね、火の玉。取っとこ。よし、このエリアに散らばっている灯火の数は残り14個。まだ結構あるね。さあ来たよ。豆寄せ玉を持っていたら1個分けてね。え、持っとんじゃないんかい。レシピならクラフト屋で売ってるから。豆寄せ玉なんて知らないんですが。え、私今までに持っとったことある？え、違う、豆寄せ玉はすでにもうあれか、作られたやつか。ん？多分今、鉄砲魚の狙われた感じよね。そうじゃなくって。この場で作れるんやっけ？なんかあったよね。これやろ？クラフトキット。で、材料は？え？材料とか別に受け取ってない感じ？もらえよ。コロコロ豆、これか？
レシピどこ行ったん？普通にこれでやったら、ん？これか？違うね、ポエムやった。クラフト。あ、なるほど、ここでね。え、これだけ？投げ道具、薬、その他。なくね？え、待って待って待って、レシピは？レシピどこ行った？え、買ったよね？買ったよね？ 40 円しかないもん。よ、40円しかないもの。なに？どうやってクラフトするの？どうやったらレシピ反映されるんですか？あの、豆寄せ玉。あ、これ？あ、コロコロ豆が足りんってこと？違う、寄せ玉の元が足りんのか。コロコロ豆は3個あるよね。寄せ玉の元ってどこかで買うのか？元なんかその辺に落ちてないよね。え、待って、何個必要？ 1 個か。寄せ玉の元。ということは、とりあえず一旦、砂浜ベースに戻りまして、めっちゃ繰り返す。はい、村に戻ります。作って持っていかんといかんってことね。寄せ玉の元、寄せ玉の元。普通にクラフト屋に売りよんかな？材料も売りよるよね。寄せ玉の元。どうも。材料を。あったあったあった。足りねえ、お金。たったの100円なのに恐ろしい。なんてことだよ。なんてことは、先にポニータ行くか。先にポニータ行って、じゃあのお金も稼ごう。お金も稼ごうね。ポケモンもやっつけて、捕まえてないやつは捕まえて。ポケモン大量発生またしても、これやん。北洋の原野やったよね。どの辺かな？原野ベース、始まりで大丈夫？どの辺、この250何歩とかいうのは？違う違う。あ、これか。おかしなポニータ目撃報告の目印ってことやね、あれ。よし、行こう。イエーイ、行くぜ。普通に行って大丈夫なんよね。うん、別にあっちにワープしたけん、早いとかいうこともなく。行くぜ、行くぜ。あ、全然あっという間に着きそう。え、目が赤いポニータじゃないんかな？全然関係ない感じかな？目の赤いポニータならね、何回か見かけてスルーしたんやけど。怖いけん。な、何？なんもないよ。どれどれ？あ、青い。え、かわいいけど。珍しいポニータがいる。色違い。あれあれあれ。かわいい。ポニータなんかあるよね。なに？なんか、周り星が飛んだよ。キラキラキラ。なんか、効果音までついて。待って。間違えた、捨てた、スーパーボール、つら。つら。やめてよ。捕まえれるかな？イェーイ。珍しいポニータを捕獲した村人のヨタに報告しよう。よし、行くか。結局お金は稼げてないけど。お金とかは全く稼げてないけど、まあいいか、戻ろう。ちょ、原野ベース。あれよね、ちょっと前にさ、どこやった？ガラル地方やったっけ？あ、これも報告できるやつなんやね。やったー。え、そのままもらえるんかな、これ。かわいい。
なんかキラキラマークついとったよ。あ、やったお金。やったお金。よしよし。調査が進んだようですね。早速報告してください。色、これってさ、色違いとかっていうのは普通におる感じなんかな。色違い自体まだ一回見たことない気がするけど。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。それともクエストベースでしか出てこんのかな。あ、ちゃんと普通のポニータのところに入れられるわけやね。データは。これから村に戻ります。よし。さあ、ヨタさんもそうなんやけど、先にちょっと私は、寄せ玉の素を買っておこう。同時進行で。ああ、お金があるって幸せですね。クラフトの材料。はい、寄せ玉の素を、1個。で、ここでもう作っときゃいいか。はい。豆寄せ玉を1個作って、道具箱にしまった。オッケー。で、こけしはいつ作れるん？これ、クリアしとったっけ？なんかしとったような気がするな。木材めっちゃ集めよったよね。じゃあ多分クリアしてるんだろう。あんだけやって木材集まりませんでした、なんてことはなかったと思うけん。おそらく。はい、捕まえてきたよ。珍しいポニータを捕まえてくれたのか。調査隊ってのはすごいんだな。そういえば、ガラル地方出身のやつが、ゲイアのポニータを見て驚いていたな。ポニータが炎の盾神だってって。あ、そうよ、ガラル地方の、なんかすごい夢川系のポニータよね。あれ、炎じゃなかったんやっけ？ガラルはあれか。ポニータとロコンがめっちゃ可愛くなっとるやつやったっけ？変なことを言っていると思っていたが、青い炎のポニータもいるくらいだ。他にもいろんなポニータがいるのかもな。ポニータだけの話じゃないぞ。色の違うポケモンってどれぐらいいるんだろうな。調査隊、頑張って調べてくれよ。ってことはきっといっぱい出てくるんやね、この先。持ちきれないズレナミはここ道具箱に送られた。ねえねえ、ポニータはどうなった？ちゃんといるのかしら？ちゃんといるのかしら？でも別に渡してないよね、ポニータ。でもさ、なんか調査隊に調べてもらうためにとりあえず捕まえといてくれよみたいな感じじゃなかったっけ。まあ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 、でも渡したくないし、色違い全然渡したくないし。よーし、新しい依頼見ときましょう。バリアードって今まで、出たっけ？出たかな？この今回のポケモンに。路地裏のバリアード。路地裏？村の中？怪しい動きを見せるバリアードがことぶき村に留まっているそうです。村人のサビさんに詳しい話を聞いてきてください。バリアードってあれよね。なんか、袋をさ、抱えとるというか、サンタさんみたいな感じで袋持っとる、フクロウみたいなやつよね。フクロウなんかな、ミミズクなんかな、わからんけど。え？違うな、なんて言った？バリアードって言った？バリアードはあのパントマイムのやつか。私何と間違えたんやろ。多分バリアードじゃなくてなんとかバードってやつや。って本当にバリアードって書いとったんかどうかもよくわからんくなってきた。どこ？マークなくない？危ない山登り。違う。マークがないぞ。野外訓練場ワープできるんや。今更ながら。農場前もワープできるんか。訓練場前。なるほどね。結構細かく分かれてるよね。本部前に。表門前。今更え、何？どこですか？しかも誰さんつった？あ、バリアードやわ、やっぱり。パントマイムのやつやね。そりゃ怪しい動きだよ。村人のサビから。家の中とかかな、サビさん。多分外におったらマークついてると思うよね。
めんどくせえな。あ、この人知るせえよ、外におるんなら。君はオレンの実をくれた人、あの時はありがとね。関わったことありましたっけ。目当ての玉石が見つかったから、しばらくは村でゆっくり過ごしそうだよ。原野ではポケモンに追われたり、技を食らったりと散々だったけど、オレンの実は結局余って僕が美味しくいただいたよ。ほう、人も食べれるんですね。ポーチは本部の人に拡張してもらうのが吉だね。そういえば君は博士に相談した件で来てくれたんだよね。頼りになるよ。本題だ。村に住み着いたバリアードを調べてほしいんだよ。いつの間にバリアードが住み着いたんだ。野生のポケモンが村にいるなんて怖いだろ。さっきビッパが屋根の屋根の上にいましたけど、怪しい動きもしているしさ、そういうポケモンだからね。どういうわけか警備隊は取り合ってくれなくてさ、調査隊でどうにかしてくれないか。警備隊が取り合わないんならそんな大変なことでもないんよ、きっと。ほら、あそこにいる。ほんとや。いや、でもあれやね。家の窓開けてあれおったらちょっと怖いね。あとは頼んだよ。頼まれましても。バリアードに近づいて何をしているか調べる。え、近づけねえ。近づけないんですが。うおぉ。近づけねえよ。あそこにいるバリアードが何してるか近づいて調べてみてくれ。繰り返すんすか。え、もしかしてどっかから行け、なんか入れるところがあるとかそういう感じ。でもここ通れんね。なんかこっち側とか、あれ、あ、この辺から行けるんじゃない、背後から。やっぱ結構な分厚さあるんやね、壁。見えない壁。かわいい。え、なに、どっか行った、逃げた、あっちに逃げた。逃げるってことはやっぱり追い目があるんだよ。何してるか突き止めないと。人間じゃないんやけん、そんなことはないやろ。野良猫近づいて逃げたけんって別に野良猫に追い目ないと思うけどね。人型しとるけんってさ。逃げた場所、あっちってどっちだよ。どこだよ、わかんねんだけど。何、映ってたさっき。どこですか、逃げたバリアード。どこやねーん。全くわからんのだけど。指ぐらい刺してくれんかな、あっち。あれ、君か、こんなところに。君、バリアードはあそこに逃げ込んだよ。逃げ込んだっていうのか、それは。何をしているかって言ってもね、多分そこに存在して、うわ、また。おいー。あ、こっちからま、わ、れない。こっちから回り込まんといかん感じ。くっそー。あ、ここ入れんかった。どこだ、ここも入れん。こっちからか。結構ややこしいね。よし、こっちから。え、いけんくね、待って待って、しかもそこに火の玉あるし。え、どこから行けばいいの、上、これ上上がれるんかな。あ、上がれるね。どういうことだよ。え、待って、これ以上上はもしかして行けない、え、なんだ、どうやって行けばいいんだ。こっちもダメやし。あ、ここからもしかしてすっと、ここになんかすごい巨大な壁がある。これも取ったか。このエリアに散らばっている灯火の数は残り1個。お、もう村の中あと1個だけって感じかな。よしよしよし。え、こっから行けんやん。おい。なんだ、どこなら行けるんだ。あ、こっち、なるほど、なんか見えない通路みたいなのができとるね。来た、壁というか見えない通路って感じ。なんか
また逃げた。捕まえろよお前。あっちに逃げた。ねえ、君ってポケモンに近づく動きが独特というか変というか、もしかしてポケモンが苦手だったり。違うよ、何かあるんだよ。え、なんだいそれ。もしかしてバリアードが不思議な力を使っているのかな。とにかくもっと調べなくちゃ。僕はバリアードを追わないと。金も早く来てね。うお、消えた。瞬間移動ができるぞあいつ。逃げたバリアードを追う。さあ次はどこだ。とりあえずサジーやったっけ、あの人を見つければいいよね先に。ん、君か。サビやった。来たね、バリアードなら。ほらあそこにいる。君はなぜ自分で近づかないんだい。本当に壁を作ってるのか、近くで調べてきてくれ。だから作ってんだって。ほら。おっと?どこだ?次はどこに行けるんだ?こう、どう近づける?あ、おー、いけねえ。あ、いけた。よし。ただの変な人にしか見えんけどね、動き。また逃げられる。待てったら待て。うっすらも見えんもんね、壁。わ、前に進めない。見えない何かがあるぞ。お?どうしたバリアード、なんだか慌てるみたいだけど。デンスケじゃないか。そのバリアードを知ってるのかい?こいつ、見えない壁を作れるらしくて、門のところで不思議な動きをすると、野生のポケモンが入れなくなるんだ。おとなしいし、門を守ってくれて、いいポケモンだから好きにさせているよ。それで、別に相手にされんかったってことやね。なんだ、そういうことだったのか。手間をかけさせて悪かったね。これで僕も一安心だよ。だが、見えない壁があるなんて、村の中も気をつけないとな。いい子だね。路地裏のバリアードを達成。なるほど。いつもここで壁作って守ってくれよんやね、村を。いい子だわ。